神福ゆきは日本のモデル、タレント、グラビアアイドル、プロレスラー、スターレイプロダクション所属。本名は神福ゆき、神奈川県出身。東洋大学在学中の2013年に東洋大学ミスコンテストで準グランプリ DHC 賞を獲得。これをきっかけに芸能界入りを果たし、スターレイプロダクションに所属。2017年により、 本格的に活動を始め、2月にミスアクション2017、6月よりミスフラッシュ2018にエントリーした。7月30日、東京女子プロレスにてプロレスラーデビューすることを報告。8月26日、東京女子プロレス、高楽園、ホール大会でデビュー戦が行われ、ミストスポ2017特別賞受賞者のマナセユーナとの ミスミスタックでデビューを果たす。2019年3月27日、東京女子プロレス、板橋大会でタイトル初挑戦。東京プリンセスタック王座にマナセユーナと挑戦する。2020年11月7日、東京女子プロレス、東京ドームシティホール大会で空位となっていた、インターナショナルプリンセス王座の、新王者決定トーナメントを制し第5大王者となる。ありがとうございます。